国鉄 ED79 系電気機関車。ED79 型は日本国有鉄道。国鉄が1986年、昭和61年から津軽海峡専用として製作した交流用電気機関車である。国鉄分割民営化後も日本貨物鉄道、JR 貨物が1989年、平成元年から制した。 青函トンネルを有する津軽海峡線区間の開業に伴う同区間の専用機関車として計画され、運用の置き換えで年出された ED75 系電気機関車700番台から34両が改造された。連続勾配、多湿、信号方式など区間特有の条件に対応した主事の機能負荷がなされ、費用対効果の観点から本向き用、 基本番台の他に補機専用として最小限の改造を施行した車両100番台設定された。改造は国鉄時代から開始され、1987年4月の国鉄分割民営化に伴い、北海道旅客鉄道 JR 北海道が全機を承継した。1988年3月の青函トンネル開通以降、 北海道新幹線が開業する2016年3月まで旅客列車や貨物列車に使用されていた。1989年には貨物列車増発のため JR 貨物が50番台重量を新規制作した。これは基本番台と概ね同一仕様の車両で津軽海峡線区間の貨物列車に10連で使用されていた。青函トンネルの運用方法については 当初新幹線を通すという計画で始められており、同トンネルを運行する貨物列車に関しても時速 160km 程度の高速化が不可欠で、あることから大容量電気機関車層が存在した。さらに、長大海底トンネルという特殊性から信頼性の高い VVVF インバータ制御による参照、誘導電動機を用いた駆動方式の開発が行われ、インバータ、 台車、電動機の試作から台上試験まで行われたが、開発は中断した。その後、トンネル運用方法の変更により、輸送条件としては、在来線の条件と大きく変わらないこととなり、在来の機関車性能でも、代用可能となった。また、1984年2月1日大屋改正で、貨物列車の大幅な削減が行われ、 電気機関車の余剰が発生することから、本形式は改造により充当されることとなった。種車としては、前日のように ED75 系700番台とされた。これは、が、理由とされた。二軸ボギー台車を二組装備し、四軸のすべてを動力軸とする D 型機関車軸配置母ボ,ボで、この基本構成は本形式の種車。 ed75 型と同一である。車体は種車のものを採用し、外部機器の絶縁強化、運転台側窓のアルミサッシ化など、常時高湿度環境への対策がなされる。基本番台には屋根状に新設した抵抗器を収納するカバーを設ける。連続勾配12パーミルの生函トンネルを走行するため、後半対応として、 ブレーキ間圧力制御装置を追加したほか、交流回生ブレーキを搭載する。このため、無電子低圧タップ切り替え方式はそのままに、基本番外の制御装置発射者の磁気増幅機シリコン、整流機からサイリスタに乾燥されている。主変圧機と低圧タップ切り替え機は、種ネ社のものをそのまま使用し、磁気増幅機とシリコン整流機を撤去して、その空きスペースに、主サイリスタ清流器。 堺需要変圧機、高速遮断機、立行、制動転換機などを搭載している。主サイリスタ整流機は、位相制御及び、無電子タップ切り替え用の逆並列サイリスタの4機に、改正インバータ用の炭サイリスタブリッジ8機、改正時の電流制御を行う堺い自制御用、イリスタ2機とフリーホイールダイオード1機から、成り立っている。炭サイリスタブリッジ8機は、 立行時に全通制御を行いダイオードとして機能させている。サイリスタが2分されている ED76 系500番台や ED78 系 EF71 型と異なり、本形式では全ての機能が一気に集約されている。基本番台と100番台との制御方式の際に起因する走行特性差を極力解消させるため、基本番台では 屋根状に安定抵抗器を設置する。12パーミルの連続下り勾配において、総重量1000トンの貨物列車を牽引する条件下でも、そもそも速は、機関車1両で可能であることから、本向きとなる基本番台のみに改正ブレーキを装備している。台車は、種車の仮想新サラ台車 DT129 系を採用し、 駆動装置も種車と同一の吊り掛け駆動方式である。主電動機は種車の直流直巻電動機 MT52 系を採用し、転がり抵抗低減のため動輪側の支え軸受けをコロ軸受けに変更した MT52C 型である。最高速度時速 110km 運転対応のため、歯車比は14.244から13.83に変更された。 歯車比の変更に伴う粘着引っ張り力の減少は軸重を種車の16.8トンから17トンに増大させて店舗した。軸重増大要因は基本バンダイは搭載機器増加による重量増加、100番台は基本バンダイとの走行性能を均衡させるために搭載した支柱である。 終電装置発車車の下枠交差型パンタグラフ PS103 型をそのまま使用し、通常は2エンド側、函館側のみ乗用する。保安装置は、ATS-SN と海峡線専用の ATC-L 型を搭載する。第1エンド、青森側の ATC 受信機は、上り列車用 L 信号のみ、第2エンド、函館側の ATC 受信機は、 下り列車用有信号のみを専用に受信る設定であり、各エンドの運転台は各々の運転方向が限定される。保機専用の100番台は ATC 受電機のみを2エンド側に設置し、本線で先頭に出ない1エンド側には ATC を設置しない。10連運転で連結面となる基本番台2エンド側及び100番台1エンド側には相互を接続する。 生管 ATC 受電機専用の引き通しジャンパ連結機を装備する。これら設備使用のため、基本番台、100番台ともジャンパ連結機は、片渡り構造である。重連総括制御は、基本番台プラス100番台のみならず、基本番台、または50番台が最低1両あれば可能な構造で、車両運用の都合から、実際に、基本番台のみの重連や50番台、 基本番台の従連で、貨物列車に使いすることもある。21両、1から21が改造された。100番台と異なり、改造主車は後期の車両に集中している。屋根上に安定抵抗器カバーを設置し、運転室側窓は、引き違い式のアルミサッシに交換された。運転席側の側倉下の位置には、静観無線用の板状アンテナを設けている。 外部図書区は赤2号である。改造箇所の名義は、土崎工場、現在の東日本旅客鉄道、JR 東日本秋田総合車両センター、苗保工場、大宮工場、現在の JR 東日本大宮総合車両センターと、JR 貨物大宮車両所のほか、後期短縮のため東芝や日立製作所といった車両メーカーに工事を委託した車両も存在する。 貨物列車を10連で牽引する際の補助機関車として使用するため、土崎、内部、大宮の3工場で13両、101から113が改造された。改造主社は、前期の車両に集中している。屋根状の改正ブレーキ用抵抗器は、非装備、制御装置も種車の磁気増幅機、低圧タップ切り回帰をそのまま搭載する。常に、 10連の函館側に連結して運用するため、運転台の側窓改造は、函館側、第2エンド側のみ施行され、青森側、第1エンド側の運転台は、種車の固定窓落とし窓のままである。ただし1 0 7 1 0 9 1 0の3両は、種車の ED75 時代に、側窓が1エンド側も察し化されており、ED79 への改造に際して特に手は、 加えられていない。保安装置は、側窓同様に、本線運転で先頭となる、函館側の運転台に、ATC 受電機のみを設置する。ATC 装置本体は、未設置のため、単独では、海峡線の走行はできない。外部図書区は赤2号である。津軽海峡線の貨物列車増発に対応するため、1989年に、東芝で重量、 51から60が申請された。基本バンダイとほぼ共通の仕様で製作されたが、ED76 型と同じように、前面窓を室内側に5度傾斜させ、前面窓直上につらら切りを装備する。JR 貨物の申請機であるが、客車列車牽引を想定し電気暖房装置を装備している。最高速度は時速 100km と基本バンダイ。 100番台よりも低くなっている。台車一体圧縁車輪を使用する DT129T1 エンド側及び DT129U 第2エンド側である。外部塗色は車体がコンテナブルー白、運転席の側扉は赤1号、床下機器は灰色である。静観 ATC 受信機は基本番台と異なり、上り列車用 L 信号。 下り列車用有信号の双方を受信可能で自動判別するため機関車の向きが変わっても静観トンネルを走行可能である。ただしジャンパ連結機は基本番台と同じく片渡り構造となっている。56号機以降は製造当初 EF81 から450と同じく裾回りに青帯が入っていた。電磁ブレーキ指令回路は EF66 系電気機関車100番台に順次電空機関機を用いる構造からカム接点付きのブレーキ弁に変更されている各区分とも検査は苗穂工場が担当し同工場入場時及び同工場検査後の試運転では工場近辺の札幌近隣区間で本形式が稼働する区から内工場までの経路に非電化区間を含むため DD51 系、DD DF200 型などのディーゼル機関車が牽引して、改装する。2016年3月26日に、北海道新幹線が開業したことにより、青函トンネルの電圧が25000ボルトに昇圧したため、同区間を通れなくなった。基本番台、100番台の全機を青函運転所、現、函館運輸所青函発出所に配置し、 津軽海峡線の青森五両角、函館間で旅客列車には短期で、貨物列車には百番台などとの従連で運用された。本形式は、使用上方向転換ができないため、津軽線青森駅から青い森鉄道線、青森信号場を覆う貨物支線津軽線で構成されるデルタ線を一度に経由する貨物列車旅客列車の連続運用は行われない。 1998年からはドラえもん海底列車経営のため一部の車両にドラえもんのキャラクターイラストが描かれた。2002年12月の東北新幹線八戸開業による列車体系変更で快速、海峡が廃止され同列車及びドラえもん海底列車への運用が終了した。これに伴いドラえもん塗装車は元の塗装に復旧されている。 2006年3月第イ回改正では JR 貨物からの運用受託が解消され貨物列車の定期運用が終了した。これは JR 貨物が投入を進めていた新型の A500 軽電気機関車による東北本線系統からの直通運用を広ぐによるものである。同改正では新大特急日本海1.4号が区間廃止され同列車での運用が終了している。 継続使用する車両には、特別保全工事が施行される一方、仕業減少や老朽化により、廃車も進行し、2003年度に3両、3、6、21、2004年度に2両、2、16、2005年度に3両、5、8、17、2008年度には保留車扱いだった3両、1、15、19が廃車された。さらに、 2012年10月20号機が五両角から苗穂へ部品取り車として改装。苗穂にて20号機の修繕に一部の部品を流用した後、10月31日付で廃車解体され、11号機も部品取り用途として廃車となった。稼働車の一部には第二エンド側の終電装置をシングルアーム式パングラフ BS79 型に交換した車両が存在した。その後、 2016年3月26日に、北海道新幹線、新青森から新函館北斗が開業し、青函トンネルを昇圧したため全機運用を離脱した。そして、2015年度中に残った8両、4、7、9、12、13、14、18、20が2016年3月31日付、ただし、9、12、 18号機は2015年11月30日付で廃車された。これにより2016年平成28年4月1日をもって同社から電気機関車が消滅した。100番台は基本番台との従連で貨物列車の牽引に充当されたが新型機関車の導入などによって順次廃車が進み2006年3月のダイヤ改正で 定期運用から撤退した。その後も保留車として3両、1億410万7108が残存していたが、2009年3月24日付で廃車され消滅している。牽引した列車、50番台は五稜郭機関区に配置され、津軽海峡線青森信号場五稜郭区間の貨物列車牽引に十連で運用されていた。 貨物列車像を発用として、1989年3月ダイヤ改正で6両、51から56号機が落成して運用を開始する予定だったが、落成が遅れたために当初は、青函運転区の統計式を着用する形となった。1990年3月改正で4両、57から60号機が追加された。1991年3月改正では、 青森信号所での間合いを生かして運用範囲が森岡貨物ターミナル駅まで1997年3月ダイヤ改正では長町駅まで拡大したが2001年3月ダイヤ改正で青森信号所以南の運用を A500 型に移管し現在の運用範囲となった2000年に五両郭駅構内で発生した衝突事故で56号機が廃車された 2015年3月1日の時点では給料が在籍していたが、新幹線開業を待たずに2015年4月に全社運用を離脱し、全廃となり、形式消滅となった。全廃後は、JR 北海道所属機、JR 貨物所属機ともすべて解体されており、保存されなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。